ですね、赤い、はい、ライゾンズ赤いですね、はい、でしてシャンクス4コートまさかのシャンクス登場ですよ、このゲームとうとうそうですね何も何も無言なってますねシャンクスの技が変なのがあるのかと本質的なのかなってみんながシャンクスをハンドおおうい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 おい今ロギアを潰しましたねまあでもこう、まあ、普通のこう流れてたライバル鈴木さんがシャンクスなんですけど、はい、まあ赤いのあの一回赤いのあ勝ったちょっとシャンクスシャンクス勝っちゃったシャンクスもっと頑張ってもっと頑張ります勝っちゃったよしもう一回もう一回もう一回説明ができなかった、はい、もう一説明ができなかったすいませんもう一回ねはい、プロデューサー陣大丈夫なんかさっきからずっと勝ってる気がするよいや権利回りがそう権利回りとか何の権利ないわそんな権利ないわ空気を読めるそうですね花を持たせるとかしかないところじゃあ次無言でいいか無言でいいですか分かりました次無言でいいか大概無言でしたでも大概ずっと無言ですタイムも強いですからね強キャラ強キャラですからねこれロギアしてもダメなのかそうですねロギアすいませんおっと本当に本気出した一気にこう一気に持ってかれましたよ一気に持ってかれてじゃあフラッシュガード出した今フラッシュガード出したよまあこの1対1ですからね、はい、なので結構1回こうコンボとか相手のペースに乗せられるとそのままこうそうですね終わってしまうのでまあそこはあのフラッシュガードとか、はいまあ、ステップとかうまく使ってまあ自分の攻撃ターンに持ち込むというところが重要ですねなるほどなのでこうマグマグはまあ、ロギアのガードが使えるので、はい、この通常ボタンの時にそう、はい、そういう形で攻撃をどんどんスカッシュしていくというところです、ね、なぜメンバーどっちの味方してるんだよでシャンクスはそのロギアが使われるだろうなというのを見越してちょっといろんな攻撃をしていくおぉギーのね、昔のロジャー海賊団コンビそうですね、はい、ES ちゃんとあの掛け合いまでおっとおっとコンクレートコンクレートイワサイワサっていうですねこれまた色物コンビ色物コンビまあ今回これまたあっさり終わっちゃうんじゃないかっていう気がしますけど、ね、いやシャンクス頑張りますよイワサ頼むよいやイワサイワサ頼むよイワサちょっと完全に岩さんが一方的にやられてますねシャンクスはこう攻撃の範囲が広いですねそうですねあのまた範囲攻撃が岩さんはそのテンションホルモンを使ってこう立ち回ってくださいテンションホルモンおっとおで岩さんはですねあのテンションホルモンでパートナーの能力を、はい、体力を回復させることができるんですそういった意味では非常にこうチームプレーに向いているですねキャラクターですねあんまり1対1で使うべきキャラではないそうですねあの攻撃用 のあんまりキャラではない、はい、なので、まあ、今回まあ、そういった意味でも3対3のチームバトルっていうのを、まあ、基本のルールに据えているというところですね、はい、やっぱりチョッパー、はい、あチョッパーもそうかなそうですねなかなかこうそうですねまあ、ガチで戦っちゃうと、はい、なかなかこう難しいキャラも今度3対3になって交代をうまく使うとすごく生きる場面が出てくるという例えば嘘だけでガンガンを遠くから削って交代で近くに行ってそうですね、はい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 、戦うで嘘とかちょっと近くに寄られると非常に苦しいので交代でキャラを変えて今度距離を取った時に今度また嘘に変わるどこもですよおっとここでトライバーシストが出ました
このバギーですね。そう、使うの忘れてた、ね、気持ちよく、そう、気持ちずっと気持ちよくシャンクス使ってましたね。バギーよえな。そんなことはない、そんなことはない。僕が下手くそなのにね。バラバラ、バラバラの身を乗り。バギーの無駄毛全部刈られてますから、これ無駄毛。でもちょっと、ね、小西郎はもう勝ちですよ。あのちゃんとあのゲームを見せプレイではなく勝ちに来てる。ああ、あれも勝っちゃった。勝っちゃいました。シャンクスが勝ちましたね。なので、まあ、今回ゲームかなりそのキャラによってその使い方を、はい、あとチーム編成もかなりしっかり考えないとですよね。考えなきゃいけないっていうことが、はい、こう読まれました。ライバル鈴木結構飲み込み入ってうまいんですよ。あ、今ちょっとかっこよかった。空中で総裁出ます。そうですね。うわ、シャンクス強い。シャンクス強いっす。負けてますよ。ナースラメイクも負けてますよ。やばい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 、おやばい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 。今の上手ですね。今の交代の使い方はすごくいいんですよ。こういい、ありがとうございます、先生。いいでしょ。トライアルアシストとかみたいな、その交代では、普通にバトル中の、実際バトル中のリアルタイム交代して、そのコンボを繋いでることもできるんで、今回。確かに、さっきもそんな感じですよね。そうですね。それまたちょっと難しいですけど、ね。あーどーちょ、大丈夫ですか、ナースラメイクも。大丈夫です。大丈夫です。ここからもう、ボンクのスーパーコンボが始まります。あー、やばいやばい。わっほー、はい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 、大丈夫ですか、勝ってください、これ。はい、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 あ、あ、おお、今、出た、今のはフラッシュカウンター、今のはフラッシュカウンターですよ、鈴木さん。やっぱ俺上手いんじゃないか。開発が全然出さない。おおって言いましたね、今。ちょっとバトル完全忘れちゃいました。あ、負けちゃいました。おっと、俺上手いんじゃないですか。今ちょっと感動しましたね、フラッシュ感。あんだけちょっと出なかったね、レクチャーみたいな。そうですね、あんだけこう頑張ってレクチャーしてたの。なんか、あれですね、潰し合いがありましたからね、ここでね、たくさん戦いますからね。暴れたいなら相手を。一応3対3ずつで始まるんで。そうですね、はい、いきなり9人いるわけではなくて、はい、で、チームが入れ替わっていくというような形になってます、はい。僕らの1位は、まあ、ルフィなんですね。割と使いやすい、まあ、ルフィをできるだけ温存できるんですね。おっと、この回はもっと使うのかな。このダメージがやっぱり減った時に緑の部分を交代すると回復するんで、はい、それではこう交代を入れながらやる。ああいう、こう打ち上げからのしかも、おお、ウルトラはですね、一撃居合のキャラなので、はい、ずっと刀を締まった状態だと今度攻撃がかかるんですよ。なんと、うわー、フラッシュカウント、やばいやばいやばい、これがチームの実力だぜ。なんかちょっと今日小西郎名が違うぞ。フラッシュカード、いいね、いいね。これはちょっとあれですね、お互いにこう去年大ダメージだった。おっ、おっと、あーめー、今度は入れて、おっと、やばい、やばい、ルフィが、僕のルフィが、まあ、バージュスはあのルフィのゴールのダメキャラですね、はい、キャラです。おい、やばい、おい、ライバル鈴木今日どうしたの、やばい、おい。投げキャラなのでガードでも防げないんで、ここはちょっと困ってます。お、やばいやばい、当たってる、当たってる。おお、ここはドレスローザのあのシーンをちゃんと再現する。能力解放を使うと、はい、嘘っぽい攻撃の推理性が高い。やばい、接戦はやばい。
そういう時はですね、特殊移動で R1 を押しながらパスを押すと、この場合は総体ですね、後ろの人が逃げますね、距離を取り切って行けるんだよ全然ねえ、頭に入ってこない入ってこない感じですよね。ここでおっと、来た、これはまさかの、まさかの限界突破、行きますよ、やばい、でかくなる、あれが来る、でかい、いやー来たー、やーべー、でかいよ、ちょっと皆さん紙面できっとね、楽しみにしてると思います。あーっと、危ねーよ、当たんないよ、よっしゃー、やべー、そうですね、恐竜の時は、尻尾とダッシュと噛みつきという攻撃が高まっていて、おっと、うまく、さすがウソップ、うまく避けてますね。ウソップの途中ではこの後ろに逃げるアクションよかった、先聞いといて当たんねーよなんか無駄にした感じまでウソップはこういうの時に素晴らしいようですね。やばい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 、そう負けた、やっぱ真の実力を、まずいな、ルフィをもってして負けたの結構痛いな。次のチームが登場します。でね、引き継ぎなんですね。そうですね、体力が減ったままなんで、よし、おわーと、ここで相手のコンボをカットするプライムアシストが、よし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 、駆け引きしますね。おお、あっ、おっと、ああ、よいしょ、やりました。やばいやばい、こいつね、ナミとチョッパー、あれ、食らっちゃったのか。よし、ダメだ、バーグ、波動の能力ですね、波動エルゴ、ね、パージスはハドエルゴで距離を作りながら、やべえ、パージス強えな、どうしよう、ちょっとはね、あの味方の体力回復できる数少ないから、あーって言いながら行ってやられちゃう。でパージスは直線的な投げの攻撃が多いので、ステップでうまく倒すのが、そしてはい、まあ、リコンを入れるというのが、ストロング強えな。おっと、これまたダイバーシスト、助けて助けて、おっと、よし、やっほぉー、また限界飛び、限界飛び、ここで使う、一人で倒そうと、おいた、やばい、これ入ったやつか、待って、なんじゃこりゃ、落ちてきた、なんじゃこりゃ、うわー、避けた、避けた、危ねー、避けられちゃいましたね、いや一気にゲージがなくなっちゃいました、よし、危ねー、危ねー、いやでもね、やばい、でもだいぶちょっと減らされたな、こんだけ削ったらもう十分に削られましたね、おっと、まずいな、またクセモノ揃いですね、クロコダイルロモリア、モリアはクセモノですよ、すごいなぁ、ちょっと、いきなり先生の大ダメージ、大ダメージを受けて交代しましたね、ちゃんと、おぉ、おぉ、おぉ、チョッパーは体力を回復させる技を持ってるんですよね、はい、ちょっと待ってろ、それを調合すると回復する、黒足の三次元、ちゃんと隙を見て、はい、攻撃されちゃいます。ウォーはね、これルーンで作られてます、ね、ウォーはルーンの中ではかなり強い剣なんですね。でルーム内だと攻撃力はすごい上がるんですよ、はい、だけども体力は減っている、ただ捨て身の技です、ガンマン、やばい、これやばい、やばい、おいズドーン、いかん、あれ、これ、おっと、見切ったか、おお、今のうまっ、どうやったんだろう、
いやいや、いい柄だ。シャア座ってんのかよ、あれやばい、ちょっとバラになっちゃった。かなりこれはうわー、やばい、やばい。あ、でもやばいな、今日全然ダメだな、クソ。え、これが真の実力。やばいな、真の実力ダメだな、これ。ローリー、フランキー、ブロックっていう、またクセモノが最後に終わりました。あの、距離はどうやって、はい、あの、中距離の投げキャラみたいな、ね、近づ、はい、近づくと弱いと弱いですね。そしたら、そういう攻撃とか三角が使える技。だから必殺はロークスなんです。諦めなさい。終わりね。どん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 。お、来たブロック。お前のよ。おーっしゃ、ロイヤーガードね。ロイヤーガードですね。攻撃をね、入れ替える。ロイヤーガード使ってきますね。まあ、レギュラーガード使えたらもう、はい、お、お見せるぜ。ここは、お、ここで、ここで、あっ、ランキー将軍登場。ランキー将軍ぜー。やばい、ウソップじゃねえか。逃げるのが、逃げるのが大変だ。レギュラーガード減らして、あ、危ねえ。逃げろ、逃げろ。やばい、うわ、レーザー、キルザー、レーザー押し込むぞ、はい、そこを押し込むぞ。お、お、やばっ。レーザーを発射。よっしゃー、外した。ーい、外した。戻っちゃいました。戻っちゃった。戻っちゃった。ガード外した。すいな。ガードだね。ガードうまく使うんだ、このゲーム。そうですね、ガードとステップが変わります。フードバンガーの距離ですね。あ、あ、こうじゃん。こうじゃん。こうじゃん。髪も変わる。あ、本当だ。細かいみたいですけど。近寄らせない。近寄らせない。しんどくなっちゃう。確かに、やばいやばい、見入っちゃいました。チータお願いしますね。うん、こういう時は R1 を押しながら罰で特命に逃す。そうですね、そういう一気に距離を詰める。これ距離を詰める系のやつね。それがいいですね。おー、総裁が、おー、ショローが、おー、まずいルーム内のローが強い。なるほど。入らないからいいですね。なんでそういうこと言うんですか。外が削れるので勝手に左右してフードバンドだけやつ。フードバンは L 割る丸ですね。あれ、違う違う違う、 L 丸 L 三。あ、これですね。フードバンド、おー、よしよしよし。あー、やばい。 OK、 やばい。おっと、ああ、いいな。おっと、あー、ロビンが。おっと、この最後に落ちたブロック。おっと、おっと、おっと、これで相手を止めて、コンボ入れてください。あー、危ねえ。ここで、あれはガードの、あれガードのできないですからね。これは、いや、ここでモリアはまさかの、まさかの、あっ、おブルックも使った、ブルックも使った。おーおーっと、シャドウズ・アスガルドだ。いやー、おお、でかくなりました。でかくなりました。やばい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 、まずいまずい。いや、全然ダメだ。おっと、おお、ボコボコ、ここにされる。まずいまずい。逃げて、しゃあ逃げて。おー、本当に普通に、あれ、物語本当に再現してる感じがありますね、いろんな技が。よっしゃー、これもう一回、あれ、今週の分押しちゃいな。押しちゃいます。もう一回、あー、やばい、ボロ負けしちゃった。イエーイ。ジンベをね、ぜひ皆さんに紹介したいなと。はい、はい、お願いします。ボッコボコにしよう。いや、ボッコボコにしてください。ボッコボコにしてやんよ。でも俺、すっごい負けなくなる。笑えるのか、笑っていいのか。
課金心だったりしないかも。よっしゃー、レンジクイズマスターしてマスターさっき言ったね、ちょっと癖を呼ばれちゃったんだ。さっきのレンジ攻撃。いや、何一つ今解説ができないなと思いながらですよ。ちょっと2人ちょっと喋りながらガチンコでそこで やりすぎないで。あー、イエーイ、ロギア強いな。ロギア相手にはやっぱり覇気を持ってるキャラでないとなかなか厳しかったですよね。いや、でもそんなこと達人だってやれば大丈夫ですね、はい、まあ、やっぱりゲージがあるから、まあ、ずっとロギアでいられるわけでもないってことですよね。あ、それ今のあれですね、そのステップでかわして後から回り、おー、コンボ、コンボイエーイ、コンボ、さっき編み出したコンボコンボイエーイ、よいしょい、回り込んで、そうですね、攻撃に対して、今のがあの僕が多分あの避けると思って出した範囲攻撃ですね。本当に何でしょう、戦略がかなりありますよね。相手が何をしてくるかっていうことを考えながら、先ほど今のをかわして、そうですね、そうですよね、真正面から行くだけでなく、まあ、攻撃の選択肢がいっぱいあるってことですよね。そうですね、さらにね、ロギアであったり覇気であったりっていうところも考えながら、ロギアガード、ロギアガード、クロスガード、よいしょ、完全に今の反応狙って出した感が全くなかったですねよっしゃーって感じでしたもん、ね、よっしゃーって言っちゃいましたもん、ね、思わずよっしゃーって言っちゃいました。完全たまたま感があふれる、そんなことないです、ガードでしたね。おぉ、オッケー、おーい、さっきから2人あの完成しか喋ってないですからいやもう自分でも何出したのか単純にプロデューサーのオプションみたいになってますけど、確実にゲーム実況者にはなれない形だなっていう感がある。これはよいしょ、よいしょ、やべえ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 、使っちゃった。こういうね、交代はね、溜めとかないと、こういうふうに溜めとかないと、ゲージ溜まってたのに。でも相手のやつも使わせたっていうことですね。そうですね、体力の少ない人とお互いなんか、おぉ、やばい、崩したのに、いや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 、キットはね、キットがどんなことやるのか知ってみたいですね。キットは腕をもう一回リングつけて、そうすると、おお、でかでか、こういう風に、おお、こういう東京が出たから、こういう飛ばす、はいはいはい、遠距離がかなり強いと。あ、やらさ、あれ、すみません、無理やりなんかやらせ、食らってあげようと思ったら、リッチで指投げます。やっぱ超新星対決、おお、うまい、倒した、あっしゃー、クラッシュできない。よっしゃ。ゲージ残してのお金も。やばい。相手のことゲージもしっかり見ておかないと。そうですよね。何を出してくるかっていうところがね。厳しいよ。おい。素晴らしい。簡単にやられないよ。やっぱエンクル攻撃があるのとないのと全然違いますね。そうですね。ルフィは攻撃が広いですね。あ、たまった。おしゃ。た。さあ大逆転だ、来た来た、やべえ、最後の大逆転だ。やっぱこのもうでっかくなったりする系のやつはもうこれになるとかなりやっぱり強いんですかね。そうですね、もうこれで大逆転だ。アダオエパイソン、うおー、おリノシュナイダー、全然ガードも効かない感じなんですかね、あれは。リノシュナイダーはガード、ただマダオエパイソンは、はい、おー、やったー、削られてしまった、削られてしまった、やばい、ちょっと今日コンディション面はなかなか調子いいんじゃないですか。